はい、どうも、佐久です。今日はですね、千葉県の外房に来てます。今日はこちら、DJI Mavic 3のですね、テスト飛行に来てます。で、今日のテストはですね、リターントゥーホームと、あとですね、DJI フライが切断した時の挙動についてですね、テストしに来ました。よろしくお願いします。はい、改めましてサラクです。今日はですね、千葉県の外房に来てですね、こちらのですね、DJI Mavic 3のテスト飛行を行っているところです。で、今回のテストはですね、リターントゥーホームのテストと、あとですね、DJI フライを切断した時の挙動についてですね、テストしに来ました。ではですね、早速ね、テストの方をね、行っていきたいと思います。はい、まずはですね、スマートリターントゥーホームのですね、テストをね、していきたいと思います。今ですね、こちらの方にね、ドローンをね、セットしてですね、飛ばしていきたいと思います。よろしくお願いします。ではですね、早速離陸の方していきたいと思います。はい、高さはですね、だいたい4メートルか5メートルぐらいにしておきますね。で、ここからですね、ちょっと20メートルいかない程度まで離したいと思います。だいたい15メートルぐらいですかね、離したいと思います。はい、だいたい15メートルぐらい離しました。ここからですね、リターントゥーホームをかけていきたいと思います。はい、今リターントゥーホームをかけました。ドローンがですね、こっちに向いてですね、ホームポイントまでね、戻ってきてます。はい、今ホームポイントまで戻ってきました。はい、今からですね、着陸態勢に入ってます。今ちょっとですね、探しながらね、うまくですね、着陸ポイントを、ね、到達しようとしてます。まあ、ゆっくりですけども下がってきてます。はい、はい、着陸しました。ではですね、今度はですね、20メートル以上離してですね、リターントゥーホームをかけたいと思います。ではですね、早速テストの方をしていきたいと思います。離陸ホームポイントが更新されました。同じくですね、だいたい高さ的にはですね、4,5 メートルあたりにしておきますね。で、そこからですね、とりあえず距離をですね、とりあえず40メーターぐらい、もうちょっとですね、50メートルぐらい離します。でですね、ここからですね、スマートリターントゥーホームの方をかけていきたいと思います。はい、今ですね、リターントゥーホームがかかりました。で、分かる通りですね、今設定高度をですね、20メートルまでしてますので、まあ、20メートルまで上がらない程度までですかね、といったところで、帰ってきました。まあ、こちらですね、アドバンスのリターントゥーホームといってですね、一番、距離ですね、一番いいところを探してですね、飛ばしてくるということで、今回のですね、Mavic 3からですね、導入されたものです。20メートルまでですね、設定しましたけども、まあ、そこまではですね、上がらないので、ね、戻ってきたという感じになります。はい、まもなくですね、はい、着陸しました。続いてですけども、今度はね、フェイルセーフリターントゥーホームの方を確認していきたいと思います。こちらですね、このプロポとですね、ドローン管がですね、切断した時に発生するリターントゥーホームになります。ではですね、早速ですけどもね、確認していきたいと思います。まずですね、ドローンをね、飛ばしてちょっとですね、離したいと思います。今だいたいですね、30メーターぐらいを離しました。で、もうちょっと上げたいと思います。はい。この状況でですね、フェイルセーフリターントゥーホームの方をかけていきたいと思います。ということで、こちらのですね、今プロポをですね、電源を切ります。では行きます。切るということでですね、ここで切断するということになります。行きます。はい、電源切りました。はい、電源切るとですね、今ちょっと、そうですね、5秒ぐらい経って今フェイルトゥーリターントゥーホームですね、来たということですね。今こちらの方にね、戻ってきてます。はい、でですね、今こちらの方に戻ってきて、ドローンがですね、着陸をしようとしてます。はい、今ね、戻ってきてます。まもなく着陸します。
はい、着陸しました。もう一回ですね、このプロポールですね、電源入れたいと思います。はい、今通信がですね、回復しました。はい、以上がですね、フェイルトゥーリターントゥーホームということでですね、もしですね、通信が切れたとしてもですね、安全にね、戻ってきますので、ホームポイントさえにですね、ちゃんとしっかり掴んでですね、戻ってきますんでですね、ぜひですね、そこら辺のところはですね、頭に入れておいた方がいいかなと思います。はい、続いてですね、ローバッテリーリターントゥーホームの方に行きたいと思います。今回ですね、DJI Mavic 3ではなくてですね、代わりに DJI Mini 2の方で代用させていただきました。基本的にはね、変わらないので、こちらの方をね、代用させていただきます。こちらですね、バッテリー残量が低下するとですね、DJI Fly がね、警告をね、表示します。でですね、カウントダウン後、何も操作しない場合ですね、機体は自動的にホームポイントに帰還をいたします。こちらですね、インテリジェントフライトバッテリーが安全な期間に影響が出るですね、残量までに減少すると、ローバッテリーリターントゥーホームを、起動するという形になってます。今ですね、警告の方表示されてから何もしなかったので、ローバッテリーリターントゥーホームがかかってですね、ホームポイントまで帰還しているところになります。はい、以上がですね、ローバッテリーリターントゥーホームになります。ではですね、最後ですね、DJI Fly が落ちた時の挙動について確認していきたいと思います。結構ですね、DJI Fly がですね、落ちた時にドローンがですね、濃厚になるんじゃないかと、心配されている方もね、いらっしゃるんですよ。実はね、そうではないです。あくまでもですね、こちらのね、プロポとドローン感がですね、つながっていれば問題なくですね、ドローンの方はね、操作できます。なのでですね、そちらの方ですね、今回ですね、実演していきたいと思います。はい、ではですね、ここからですね、ちょっとリークしたいと思います。では行きます。ではですね、ちょっとね、話したいと思います。はい、今ですね、だいたい30メートルぐらいまでね、離した状態ですね。はい。ではですね、ここからですね、物理的に DJI Fly をですね、切りたいと思います。では切ります。はい、今ですね、完全にですね、DJI Fly の方は切ったんですけども、実はですね、こちらのプロポの方ですね、操作できてます。ちょっと戻しますね。はい。今ですね、ドローンがですね、こちらのですね、プロポをですね、操作しながら戻ってきている感じです。なのでですね、実はですね、DJI Fly が落ちたとしても、こちらの方のですね、プロポでですね、安全に操作するってことはね、できます。はい、今ですね、こう戻ってきました。はい。普通にですね、こういうふうに、ね、着陸させることもできます。じゃあ今から着陸させます。はい。ということで、実はですね、DJI Fly が起動しない状態でもですね、実はこちらのプロポとドローンがつながっていればですね、ちゃんとこちらの方で、操作できるということです。ではですね、この切れた状態でリターントゥーホームをかかるかどうかをですね、確認していきたいと思います。ではですね、この状態で一回ですね、DJI Fly だけをですね、立ち上げたいと思います。では切ります。はい、今切りました。今ですね、DJI Fly がね、ない状態です。この状態でですね、こちらのプロポのですね、リターントゥーホームの方のボタンをね、押したいと思います。では行きます。はい、今ですね、リターントゥーホームかかってます。なので、実はですね、DJI Fly を切った状態でもですね、ちゃんとですね、このプロポさえつながってはですね、リターントゥーホームしてくれるということですね。で、今ね、完全に戻ってきてます。はい、今、目の前までね、戻ってきました。はい、今ですね、着陸態勢に入ります。はい、間もなく着陸します。はい、ということでですね、実は DJI Fly 落ちたとしてもですね、ここのですね、リターントゥーホームボタン、もしですね、見失った場合はですね、こちらを押せばですね、戻ってきますので、慌てずにですね、やっていただければなと思います。あとは、できればですね、もう一回ですね、DJI Fly をね、立ち直してもですね、DJI Fly がですね、つながるようになりますので、そちらの方でですね、確実に戻すっていうのもね、手かなと思います。あと最後ね、お見せしたいものがあります。実はですね、今、プロポ、スマートフォンとね、つながってない状態になってます。で、今、ドローンもですね、オフになっている状態なんですけども、この状態でもですね、実はね、つながります。
ではですね、早速ねお見せしたいと思います。まずですね、プロポの、ね、電源を、ね、入れます。はい、今ですね、プロポの電源入れてですね、点滅状態です。まだどこともですね、リンクしてない状態なので点滅状態になってます。ここをですね、今からですね、ドローンの方にですね、電源を入れたいと思います。はい、今電源入れました。そうするとですね、実はですね、こちら今からですね、プロポとですね、つながってですね、プロポとドローン間がね、つながってですね、はい、今つながりました。今リンクがつながりました。なので今スマートフォンもね、つけてない状態なんですけど、実はね、プロポと、ドローン間でですね、リンクっていうのはできます。でこちらですね、実はこういうふうにですね、まあ、ハの字または逆ハの字にするとこういうふうにですね、プロペラ回ります。でプロペラ回ってですね、で実はですね、ここのボタンもですね、オンにするとですね、録画もね、開始されます。今ね、開始されたと思います。はい、ということで実はですね、一回 DJI フライで記憶したやつがですね、ドローンの中でも記憶されてて、それでですね、こちらのですね、プロポとドローンがですね、つながるとですね、実は操作することができます。ではですね、ちょっとね、リークさせたいと思います。リークさせます。いきます。はい、ということで実はですね、こういうふうにですね、こういうふうに操作することがね、できるんですよね。今ですね、プロポをね、持ってますけど、こういうふうにですね、こういうふうにできたりとか、こういうふうにできたりとか、あとはこういうふうに回転させたりとかですね、実はですね、操作することができます。はい、こういうふうにですね、下降したり上昇したり、こういうふうにですね、することがね、実はできます。はい、ということですね、こちらね、ちょっとおまけなんですけど、実はですね、スマートフォンつなげなくてもプロポとですね、ドローン間のリンクさえつながっては実はね、操作できるということでした。ではですね、着陸させたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、こちら DJI Mavic 3のですね、リターントゥーホームの挙動と、あと DJI フライが落ちた時の挙動をですね、テストしてみました。皆さんですね、結構慌てるとですね、事故ることがあると思います。ですけどこちらの DJI 機はかなり安全設計がちゃんとされてますので、その時はですね、慌てずに、まあ、DJI フライをつなぎ直せるとかですね、あとはプロポをですね、うまく操作しながらドローンをね、戻してくるということをやればですね、問題ないかなと思います。ぜひですね、こちらの方はね、覚えていただきたいなと思っております。はい、ということで今日の動画はね、以上となります。次の動画でお会いしたいと思います。以上、サークでした。さよなら、バイバイ。